日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらコンビニで買えるスターバックスドリンク3種を飲みたいと思います。こちらとこの左右のボトルがセブンイレブン限定のアイスドブラックとアイスドブラック、真ん中がコンビニなどいろんな場所で買える抹茶ラテですね。スタバの味がお手軽に飲めるというのは前々から知ってはいましたが、果たして今回はどんな味なのか。では全ての基本ブラックから飲んでいきたいと思います。いきますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。スタバを手軽に楽しめるってどんな気分かな今の君は。そうですね、コーヒーは、ブラックは苦いけど、ラテは、これはどうなんだろうな。ラテも思ったほどじゃないかな、いろんな意味で。だから、なんて言うたらいいのやら。抹茶は結構味が強めで、しっかりと飲める。美味しさがあります。なんだろうな、確かにコンビニでこのコーヒーが買えるならとっても嬉しくはありますが、美味しいのもあればちょっといまいちかなって思うのもある。まあそれはそうなんですけどね。ごちそうさまでした。最初に飲んだこちらのアイスドブラックはかなりすっきりとした苦味や酸味の少ない誰にでも飲みやすい味ですね。なので暑い夏の喉を潤すのにぴったりだとは思います。ただ反対に言うとどこかに尖った味があるわけではないので、苦味や酸味がお好きなのであれば物足りないと思うかもしれませんね。で次に飲んだこちらの抹茶のほんのりほうじ茶は最後の方に最初抹茶が来たんです。すみません、ちょっと言葉が整理できませんでしたね。この、抹茶ラテほんのりほうじ茶は最初抹茶でとミルクのまろやかな甘さが来たんですが、最後の方に飲んだっていくにつれてほうじ茶の香ばしさが少しパンチをかけてきました。たといってもそんなにいきなり顎下から強烈にやられるみたいなのではなく、ちょっとコスコスとこすってくる程度ですけどね。なので抹茶の味とほうじ茶の味どちらも楽しむことができて美味しかったです。お茶のラテが好きなのであれば飲んでほしいですね。最後に飲んだこちらのアイスドラテなんですけど、こちらもアイスドブラック同様結構すっきりとした飲み心地なんですが、ラテのまろやかさや甘さはあまり感じられませんでした。なのでブラックとそんなに大差はないかなと思います。まずくはないんですけど、これだけあんまり味が違いないのでわざわざラテを選ぶほどでもないかな。ラテとして飲みたいのであればもうちょっと濃いめのミルクコーヒーとかいっぱいあるしと思うような少し残念な部分がありますね。どうだろう、もうちょっとミルクや甘さを出すことでブラックとの違いを出してほしかったです。で今回飲んだ3杯の中だと真ん中の抹茶ラテがお茶の隠し味ともいえるほうじ茶の香ばしさを感じることができて意表をつかれて一番美味しかったので代表として4点とさせていただきますね。あなたが抹茶付きお茶系のラテがお好きなのであればぜひ飲んでほしいです。それではこぞ今年王になるんや道筋を、王様への道を示してもらおうというのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。